皆さんはわんこそばって知ってます？岩手県の伝統的な郷土料理で、小さいお椀におそばが入っていて、どん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 入れられちゃうんです。蓋をすることで終わりの合図という、なんとも体力のいる伝統的な食事方法よ。ランチの時間にそばを食べていたので、長男会に頼んで、わんこそば体験をしてもらいました。こんな感じです。ごめん、カメラがねちょっと曲がって撮ってました。隣でじーっと見ているコビが、じゃあラッキーチャームでやって。ラッキーチャーム？牛乳入れて、もうありと一緒、一緒だけ。それもあるかな。じゃあ行ったからにはやってもらいましょう。今日は、はい、ワンちゃんこそば、ワンコそば、ワンコそばをやります。ワンコそばだけどそばもないから、ワンコシリアル。ここにシリアルが入ってるんですけど、このスプーンで何杯食べれるかということでやってみたいと思います。じゃあ、いっぱい取ったら、ライアン、俺いっぱい、ママがいっぱい入れたら、そして俺が食べたらこうして。なるほど。何杯食べたかって。そう。そして、ママをカウントすればいいの。でもママだと。そうです。頭おかしい。どういうの？だから、ママが入れて、ママが入れて、僕が食べたら、うん、ライアンが1個出して1個。また、ママが入れて、僕が食べたら、2、そして全部、分かるとおい、絶対今分かるでしょ。はい、いくよ。レディーセットセットゴー。ちょっともうすんの。はい、2、コビこういうの大好きだから喜んじゃって、喜んじゃって。はい、3、はい、4、はい、5。シリアルって実際ちょっと食べづらいんですよね。なんかこう喉にスッて入っていかないっていうのかな。8。ちょっと苦しくなってきたんだね。いくらでも食べれるっていう。8、はい、時間もあるからね。はい、9、はい、カウント。これは間違いなく私のオリジナルの掛け声です。はい、10。アシスタント、牛乳準備お願いします。アシスタント、どうか。はい、どうぞ。はい、あとでまだ牛乳。はい、13。コビくん、少し苦しくなってきたかな。はい、14。母親かなり喜んでる。はい、15。牛乳足りないんだよ。足りないの？じゃあもうちょっと。それでは、ライくんのアカペラをどうぞ。いいよ。パパはこんなどんちゃん騒ぎの中、リモートワークをしていたのでした。ごめんなさい。今から超室内用ボイスでいきます。この辺から少しずつ私、カウントができなくなってしまいました。間違いなくアラフォーの痛手です。コビ、こういう理由だったんだね。ママに数えてもらいたくないっていうのはさ。27。ライアン、ありがとうね。やっぱり若いっていいね。28。30。31。おっと、コビ、お目目をつぶり始めた。どうなっちゃうの？それでもまだいけるでしょなんていう母親。33。ちょっと待って、まだまだいけるでしょ。でもこの前おそば食べたの。まあ確かにコビ、あなたおそば大量に食べてたんだよね。すっかり忘れた。はい、とその瞬間、食べたらなんとってなってしまいましたね。33。大丈夫だよ。はい、それにも負けずに何とか入れる母親。その期待に応えようとしているコビ、頑張ってます。やっぱりダメか。終わり。頑張って、もうすぐ頑張って。おそば食べたよ。いい、ママもういい。35までいこう。ここで何とか押す母親、それに応えようとするコビ。もう一回行く？
いけない。ママもう一杯だけあるけど、どうでしたか。お腹が痛い。おっとコビ、独り言を言い始めてしまいました。大丈夫でしょうか。もう一回。ビリオンがついていなかったら25まで、25でも限界なのに YouTube で見せるから、あじゃあもうちょっとやるかなと思って35いってお腹が気持ち悪い。コビー YouTube に載ってるから頑張っちゃったんだね。かわいそう。ということで、今日は、ワンコそばではなくシリアルそばでした。ではではまたね。ダダが仕事をしているから静かにバイバイです。いや今日もご視聴ありがとうございました。インスタグラムを始めましたので、もしよろしければそちらの方も、確認してみてください。コビが最近炭治郎のカーディガンみたいなやつを買ったんですけど、それをビートたけしが着てたので写してみました。それではまた、バイバイ。